お兄ちゃん、私はすごいでしょう。これから私と結婚した人は本当に恵まれていると思うね。私は前に、お兄ちゃん、じゃあ私と結婚してくれないか。でも私は無邪気だわ。とにかくあなたに拒否されたり反論されたりしたことがない。あなたは本当に私と結婚すると思ったの。お兄ちゃん、私はとてもバカだったと思う。このためなの？なんでもない。早くご飯を食べて。これはあなたの好きな煮物だよ。冷めたら生臭い匂いがして美味しくなくなるから。大丈夫、買わなくてもいいよ。大丈夫よ。でしたらお兄ちゃんは映画に付き合ってくれればいいよ。私はあまり楽しくなくて憂鬱な時、映画を見た。この主人公だね。お兄ちゃん、私の愛は美しくなければならない。目の前を大切にしなければならない。